電気工事士技能試験では電動工具は使用できません。電源をオフにしても試験に持ち込むことはできませんのでご注意ください。手回しだと時間がかかるネジ締め作業ですが、電動ドライバーではスイッチ操作で楽にネジ締め作業ができます。スイッチを入れると LED が光り、暗い場所でも明るい手元で作業ができます。マイクロ USB タイプ B で充電可能です。モバイルバッテリーや車中など様々なところで充電が可能です。